クレムクレムソンクレムクレムソンは、イギリスのロックギタリスト、コロシアム、ハンブルパイなどのバンドで活躍した。1960年代後半から3人編成のバンド、ベーカールーのギタリストとして活躍。1969年にはコロシアムに加入。なお同バンドが1994年に再結成して、以来、 現在までそのギタリストを務めている。コロシアムの解散後は、ハンブルパイに参加。ピーター・フランプトンの後任として、スティーブ・マリオットとのツインギター体制を支えた。1975年にハンブルパイが解散すると、同バンドのベーシストであったグレッグ・リドリーと共に、ドラマーのコージー・パウェルを誘って、ストレンジ・ブリューを結成した。ちょうどこの年、クレムソンは、 ディープパープルへの加入を試みるが、結局リッチー・ブラックモアの後任として選ばれたのは、トミー・ボーリンであった。スティーブ・マリオットのレア音源集であるスティーブ・マリオット・エス・オールスターズ名義のアルバム、クリアースルーザ・ナイトでも、そのプレイを聴くことのできるクレムソンだが、1980年のハンブル・パイ再結成に際しては参加していない。クレムソンはまた、ジャック・ブルース、ビリー・コブ・ハム、 デビット・サンシャス、マンフレッド・マン、ボブ・ディラン、クリス・デバー、ジョン・アンダーソンといったミュージシャンたちのゲストプレイヤーとしても活躍している。映画への楽曲提供も行っており、エビータ、ジー・アイ・ジェーン、キャメロット・ガーデンの少女、007トゥモロー・ネバー・ダイ、などの作品にその名がクレジットされている。1999年のロマンティックコメディ、ノッティング・ヒルの恋人では、 オスカーを受賞したトレバー・ジョーンズの依頼でアレンジを手掛けている。ありがとうございます。